京阪シティモールは、大阪府大阪市中央区にある、商業施設である。愛称は、シティモ。天間橋交差点北西角、京阪電気鉄道天間橋駅の駅ビル内に位置する。2005年5月27日をオープン。全12フロア。売り場面積は3万2000平方メートル。京阪及び地下鉄谷町線天間橋駅。 西隣の大阪キャッスルホテルと直結している。京阪電気鉄道の子会社である、京阪流通システムズにより運営されている。約100店舗が入居し、開業当時は緑電化がメインテナントで2フロアを占め、家電専門店としては京阪沿線最大規模であった。その他の集客施設として、屋上ダイニングレストラン、天主案などがあった。現在は、 ビアガーデンに改装されている。天馬橋筋を挟んだ東隣には、大阪マーチャンダイズマートビルがあり、地下通路で連絡している。2008年5月には、京阪天馬橋駅の北出入り口増設に伴い、大阪水上バスアクアライナーの乗船場が、オムビル前から移転した。かつての8軒 F ネキ場が復活し、駅と直結された。 駅ビルが竣工した1966年10月1日から松坂や大阪店が日本橋から移転し入居していた。だが移転以降も業績はかんばしくなく、業績回復のために人気テナントの導入や業態転換など様々な手段を講じたが、工場的な売上不振を理由に2003年10月21日の取締役会において、クズは 店とともに閉店することを決定し、翌2004年5月5日をもって閉店した。折しも建設中の中之島線の起点駅は、京阪天満橋駅になることが決定しており、天満橋に新しい商業施設の必要性を感じていた。京阪は松坂屋跡地を京阪モール、くずはモールに続く3番目のモールとすることを決定する。 当初は松坂屋撤退の半年後をオープン目標としていたが、松坂屋とのビルン退職契約が10月まで残っていたため全面改装に取り掛かれず、オープン時期を変更した。7階にある松坂屋時代からの有力テナント、純駆動書店、HMV は一時撤退と伝えられたが、京阪側の説得により残留した。HMV 跡地はナムコが、 アミューズメント施設として出展したが、2014年5月6日に閉店。その後空白期間を挟み、跡地には純駆動書店が増上した。また、建物外観は、かなりの老朽化が進んでいたため、白を基調とした外観に移新された。同時に、駅コンコース及びホームの案内看板も、他駅に先駆けすべて新しくなった。また、エレベーターの部分改修や、 エスカレーターも新規交換された。2012年1月23日、京阪が京阪シティモールと大阪キャッスルホテルの入居する天馬橋駅ビルの建て替えを検討していると報道された。これは天馬橋駅周辺地域が同1月20日付で都市再生緊急整備地域の指定を受けたためである。ただ、2013年5月から7月にかけ、 耐震補強工事が行われたため、建て替えについてはほぼ暗礁に乗り上げている状態である。ありがとうございます。